と終わったか。あ、お疲れ。おお、ヒルダ、無事に戻ってたか。今日の戦いはちょっと危なかったな。私は別に大変じゃなかったけど。そうか。まあ戦場全体を見れば割と優勢だったもんな。そうだよ。なのにあなたって一番危なそうな場所に先陣切っていくでしょ。だからいっつも無駄に大変な思いをしちゃうんじゃないかな。おいおい、無駄にってのはひどくないか。危ない場所でも誰かが突っ込まなきゃ戦況は変えられないだろう。そうだけど、あなたってそういう役回りを毎回進んで買って出てない？そんなに行き急いでると不意に死んじゃうかもしれないわよ。いや、行き急いでるつもりはないんだが、傭兵なんて皆こんなもんだぞ。後方でくすぶってたら手柄が逃げちまう。手柄がなけりゃ報酬にありつけないだろう。前線で派手に戦えば顔も売れるしな。顔が売れれば次の仕事につながるってわけだ。あなたは一軍の将として扱われてるんだし、今さら顔を売る必要なんてないでしょ。まあそうだが、そこは傭兵の差がだな。そういう戦いに慣れてるっていうか、傭兵はゴネリル領にもたくさんいるだろう。喉元に常駐してる傭兵団もいたはずだ。うん、パルミラ軍との小競り合いは割と傭兵団頼みなところあるからね。そいつらだって俺と同じだろ。先陣を競って暴れるのを見なかったか。一緒に戦ったことはあんまりないからな。でも普通の騎士とはやっぱり違うかも。あの傭兵団の誰々が死んだみたいな話を兄さんからしょっちゅう聞かされてたよ。傭兵ってのは派手に暴れたがる分、敵に目をつけられやすいからな。そうでしょ。だからあなたのことも心配してるのよ。もう手柄を上げなきゃ報酬がもらえないとか、そういう立場でもないんだしさ。はだはだにしといたら本当に早死にしちゃうよ。そうだな、気には留めとく。俺だって早死にしたいわけじゃないからな。急に戦い方は変えられないかもしれないが、無理は控えるんで心配しないでくれ。傭兵を心配する貴族様なんていないぞ。お前はドーンと構えて見守ってりゃいい。ドーンとって言われてもな、やっぱり心配。生きてる？ん？ヒルダか。見りゃわかるだろ。ちゃんと生きて帰ってきたぞ。よかった。でも戦い方は相変わらずだよね。危ない場所にばっかり行って先陣切って突っ込んでって。気をつけてるんだが、あんまり効果がないみたいだな。でもまああなたってなんだかんだ強いし、そのやり方でも案外死なないのかも。へえ、俺のやり方を認めてくれるのか。どういう心境の変化だ？それはね、先陣切って戦うのは兄さんも同じなの。ホルストさんか。レスター随一の猛将だもんな。普通全軍を指揮するような立場の将は戦場を見渡せる後方に陣取るものでしょ。でも兄さんは違うの。もう先頭に立って戦わないと気が済まない人なの。だから昔は戦場に行くたびに心配で心配で仕方なかったんだけど、
いつからかな。兄さんは絶対に死なないって確信するようになったのよね。なんでそう思うようになったんだ。なんでかな。でもあの兄さんに勝てる人なんて多分いないでしょ。そう気づいたから心配するだけ損って思うようになったのかも。なるほど。むしろ敵に同情すべきってことか。そういうこと。で、あなたも兄さんと同じ類の人な気がして。ははホルストさんと同類とは光栄だな。それなら心配なんてするだけ損だし、どうせやめられないんだろうし、これからも私が後ろで楽できるように頑張ってね。ああ、そうさせてもらうぞ。だが最近はヒルダも嫌がらずに前線で戦ってくれてないか。え、そう。私の場合は仕方なくだよ。本当は一番後ろでみんなを応援していたいと思ってるんだから。誰々くん頑張れ、誰々ちゃん素敵だよって。このヒルダちゃんに応援されたらみんなきっと発奮するでしょ。確かにお前に応援されたら誰だって発奮しそうだよな。でしょでしょでしょ。それじゃあ今度あなたのことも応援してあげるね。お楽しみに。おう、わかった。楽しみにしとくな。ヒルダ、怪我はないか。大丈夫だよ。今日も勝ててよかったね。ああ、だが少し危ない場面もあったろう。あんまり無理するなよ。無理してたのかな。全然そんなつもりはなかったんだけど。いやいや、後ろで楽したいとか言う割に先陣切ってる俺の近くで戦ってなかったか。ついあなたに釣られて前に出ちゃってるのかも。なんだかんだ言ってもやっぱり心配だし、目が離せないんだから仕方ないわよね。へえ、俺みたいなやつは心配するだけ損じゃなかったのかよ。そのつもりだったんだけど、やっぱり兄さんとあなたじゃ違うし。それってつまり。ただの仲間と兄弟の違いってことか。ううん、うん、大切に思う気持ちは仲間も兄弟も差はないわよ。そうじゃなくて後ろの方でいくら応援しても気づいてくれないでしょ。そうこうしてるうちにどこにいるのかもわからなくなっちゃうし。まあそうなるだろうな。それならすぐ近くまで行って応援するしかないでしょ。だが応援というかちゃんと共に戦ってくれてるじゃないか。だって前線は敵も多いから不可抗力？戦わないと私が危ないし。っていうか何？私が近くにいたら迷惑？そういうわけじゃないんだが。逃げ切らないわね。このヒルダちゃんの勇姿を間近で見られて嬉しくないの？嬉しいというかすごく助かってはいるさ。お前かなり強いからな。さすがホルストさんの妹っていうか、頼もしいことこの上ないぞ。そういうのやめてほしいな。頼りにされるの苦手なんだから。たまたま勝ててるだけで私本当はか弱いんだよ。今さらそう言われてもな。まあたまに危なっかしいことはあるが、
そうなの、私は危なっこしいの。だから戦場ではちゃんと守ってね。そりゃ守るが、俺が死なないように応援してくれてるんじゃなかったのか。もちろん応援はしてあげるから、その代わりに守ってねってこと。一方的に応援だけされようなんて虫が良すぎるでしょう。ああ、うん、もうよくわからなくなってきた。まあまあ、とにかくこれからも一緒に頑張ろうね。やっと終わった。あ、お疲れ。お疲れ、ヒルダ。無事に戻ってたのね。今日の戦いはちょっと危なかったわ。私は別に大変じゃなかったけど。そう？まあ戦場全体を見れば割と優勢だったものね。そうだよ。なのにあなたって一番危なそうな場所に先陣切っていくでしょ。だからいっつも無駄に大変な思いをしちゃうんじゃないかな。ちょっと無駄にってのはひどくない？危ない場所でも誰かが突っ込まなきゃ戦況は変えられないでしょ。そうだけど、あなたってそういう役回りを毎回進んで買って出てない？そんなに行き急いでると不意に死んじゃうかもしれないわよ。いえ、行き急いでるつもりはないんだけど、傭兵なんてみなこんなものよ。後方でくすぶってたら手柄が逃げちゃう。手柄がなければ報酬にありつけないでしょ。前線で派手に戦えば顔も売れるし、顔が売れれば次の仕事につながるってわけ。あなたは一軍の将として扱われてるんだし、今さら顔を売る必要なんてないでしょ。まあそうだけど、そこは傭兵の差がね。そういう戦いに慣れてるっていうか、傭兵はゴネリル領にもたくさんいるでしょ。喉元に常駐してる傭兵団もいたはずよ。うん、パルミラ軍との小競り合いは割と傭兵団頼みなところあるからね。その人たちだって私と同じでしょ。先陣を競って暴れるのを見なかった？一緒に戦ったことはあんまりないからな。でも普通の騎士とはやっぱり違うかも。あの傭兵団の誰々が死んだみたいな話を兄さんからしょっちゅう聞かされてたよ。傭兵ってのは派手に暴れたがる分、敵に目をつけられやすいしね。そうでしょ。だからあなたのことも心配してるのよ。もう手柄を上げなきゃ報酬がもらえないとか、そういう立場でもないんだしさ。ほどほどにしといたら、本当に早死にしちゃうよ。そうね、気には留めとくわ。私だって早死にしたいわけじゃないし、急に戦い方は変えられないかもしれないけど、無理は控えるから心配しないで。傭兵を心配する貴族様なんていないわよ。あなたはドーンと構えて見守ってて。ドーンとって言われてもな、やっぱり心配。生きてる？ヒルダ？見ればわかるじゃない。ちゃんと生きて帰ってきたわよ。よかった。でも戦い方は相変わらずだよね。危ない場所にばっかり行って先陣切って突っ込んでって。気をつけてるんだけど、あんまり効果がないみたいなのよね。でもまあ、あなたってなんだかんだ強いし、そのやり方でも案外死なないのかも。
へえ、私のやり方を認めてくれるの？どういう心境の変化かしら。それはね、先陣切って戦うのは兄さんも同じなの。オルストさん？レスター随一の猛将だものね。普通全軍を指揮するような立場の将は戦場を見渡せる後方に陣取るものでしょ。でも兄さんは違うの。もう先頭に立って戦わないと気が済まない人なの。だから昔は戦場に行くたびに心配で心配で仕方なかったんだけど、いつからかな、兄さんは絶対に死なないって確信するようになったのよね。なんでそう思うようになったの？なんでかな。でもあの兄さんに勝てる人なんて多分いないでしょ。そう気づいたから心配するだけ損って思うようになったのかも。なるほど。むしろ敵に同情すべきってことかしら。そういうこと。で、あなたも兄さんと同じ類の人な気がして。ホルストさんと同類とは光栄ね。それなら心配なんてするだけ損だし、どうせやめられないんだろうし。これからも私が後ろで楽できるように頑張ってね。ええ、そうさせてもらうわ。でも最近はヒルダも嫌がらずに前線で戦ってくれてない？え？そう？私の場合は仕方なくだよ。本当は一番後ろでみんなを応援していたいと思ってるんだから。誰々くん頑張れ！誰々ちゃん素敵だよーって。このヒルダちゃんに応援されたらみんなきっと発奮するでしょ？確かに、あなたに応援されたら誰だって発奮しそうよね。でしょ？でしょでしょ？それじゃあ今度、あなたのことも応援してあげるね。お楽しみに。うん、わかった。楽しみにしとくわね。ヒルダ、怪我はない？大丈夫だよ。今日も勝ててよかったね。うん、でも少し危ない場面もあったわ。あんまり無理しないでね。無理してたのかな。全然そんなつもりはなかったんだけど。そうかしら。後ろで楽したいとか言う割に先陣切ってる私の近くで戦ってなかった？ついあなたに釣られて前に出ちゃってるのかも。なんだかんだ言ってもやっぱり心配だし、目が離せないんだから仕方ないわよね。ふーん、私みたいな人は心配するだけ損って言ってなかったっけ？そのつもりだったんだけど、やっぱり兄さんとあなたじゃ違うし。それってつまり、ただの仲間と兄弟の違いってこと？ううん、大切に思う気持ちは仲間も兄弟も差はないわよ。そうじゃなくて、後ろの方でいくら応援しても気づいてくれないでしょ。そうこうしてるうちにどこにいるのかもわからなくなっちゃうし。まあそうなるわよね。それならすぐ近くまで行って応援するしかないでしょ。けど応援というかちゃんと共に戦ってくれてるじゃない。だって前線は敵も多いから。不可抗力？戦わないと私が危ないし。っていうか何？私が近くにいたら迷惑？
そういうわけじゃないんだけど。逃げ切らないわね。このヒルダちゃんの勇姿を間近で見られて嬉しくないの？嬉しいというか、すごく助かってはいるわ。あなた、かなり強いから。さすがはホルストさんの妹っていうか、頼もしいことこの上ないわね。そういうのやめてほしいな。頼りにされるの苦手なんだから。たまたま勝ててるだけで、私本当はか弱いんだよ。今さらそう言われても。まあたまに危なっかしいことはあるけど。そうなの、私は危なっかしいの。だから戦場ではちゃんと守ってね。それは守るけど、私が死なないように応援してくれてるんじゃなかったの？もちろん応援はしてあげるから、その代わりに守ってねってこと。一方的に応援だけされようなんて虫が良すぎるでしょう。うん、もうよくわからなくなってきたわ。まあまあ、とにかくこれからも一緒に頑張ろうね。